買ってなないですなんかねどの服のブランドが似合うと思いますかみたいな感じのをいろんな人に聞いてででリカさんがまたリカさん <laughs> さんに「私服のどんなブランド似合うと思いますか?さあ」レディアゼルとか似合いそうだよって言ってくださったので今回は「レディアゼル」というところの服を買ってみました。 だと…なんだっけ…毛だ…毛糸ありがとうございます。ででもねレディアズルってところの服は一回買ったことがあってそう秋冬物、ね、があんまりなかったのであ,あるあるにはあるけどそうでも今は別にオンラインおしゃべり会とかないから特に着る機会はないんですけどだからもう普通にプライベートで。 プライベートなのか、まあ、私服のお仕事の時に着るのかあれですけどあのねスタンダード新潟さんに取材していただいた時もと同じ服のブランドなんですよ。まととバラありがとうございますでまず買ったのがこのこのね絶対に普段では選ばなさそうなまずトップスですね上青。 青です青色のなんかこういうちょっと柄物系普段は着なさそうな感じのしかもどんなどんな服にも似合いそうな感じのものですあったかそうな生地感でこれもな確か確かかいろんな色があったのかななぜかなぜか青を選びました。 続いて続いてもねあんまり選ばない色ですの黄色のこんな感じのこれが多分開くのかなここがボタンでそう多分ね分かれる開く開くタイプのこういうこういう服誰もありがとうございますこれもね確かかに黄色とか なんかグレーとかいろんな色があったんですけどなぜか私は黄色をお気に入り登録して黄色をカートに入れていたので選ぶ間もなくなぜかこの黄色の色を買いました結構ね黒系とかブラウン系は持っていたのでそうカラシ色だねそうそうこれ,これもなんかいろいろ似合いそうなタートルネックでこれでサルとハートが出いますこんな感じの。 を買いました、ね、よし今ね夜ご飯というかねもうお昼以降ご飯というご飯を食べてなくてあそれまあいいやそれもあとでお話しするんですけどあとねスカートも買ったんですよ2着も2着も買ってしまったこのスカート。こういうい 可愛くないこの長いスカートなんだけどこうやって結構いろんな生地がついてるけど細身な感じ長いロングスカートこれすごく可愛い多分いっぱい着ると思うであともう一着はデニムとこういうなんだろうチェックの生地のスカートで。 しかもみんなが好きそうなデザインじゃないこうやってさ前がちょっと短いのアシンメトリーになってるのスカートがでこれもロング目のスカートなんですけどベルトがあって可愛い,いこれもなんかねね衣装みたいで可愛いいよねそうだってさこうやって着てもいいじゃない <laughs> 見せ方見せ方はむずいけどき愛くないねあとだってこっちのこっちの服でもこうやってこうやって着ても可愛い,いだろうしえ可愛い,いよねスカート もうこれ私早く着るのが楽しみすぎてやばいみんなが褒めてくれてる嬉しい可愛い,いよね「レディアゼル」でこうやってがっつりお,お洋服を買ったのが初めてだったので届くのもすごく楽しみだったしもうね早く着たくてし方がない私服のお仕事お待ちしてます <laughs> だからさこの。 こなないだだののの生配信のイベントとかさみんめめちゃめちゃおしゃれだったの特にアイニャーさんとかあと美晴さんの私服もすごく私的にドンピシャで私なんかさもうさもう何全然もう私服なんて考えられる朝朝で何私服なんて考えられる頭もなくてよくよく考えたらもっとちゃんと。 ちゃんと考えてくればよかったと後悔するほどだったんですけど <laughs> あのーこれはねもうちょっと早く届ければよかったなって思いながらもでもね本当にね早く着たい早く着たいの生地もやっぱりしっかりしててすごいかわいい今までにない感じじゃない なんか私ロングスカートばっか買っちゃったもう足出すのはね寒いのよあの温度的にね季節的にねあのなんか親父ギャグが寒いとかじゃなくてあの気温的な問題で寒いのよそうあなたありがとうございます そうなのでまあねこれの買った服たちをどう組み合わせるかってきたらインスタにあげてもちろんもちろんあげますもう張り切ってあげます <laughs> ギリ1月のおしゃべり会切れるかな切れそうだよねちょっと寒そう寒そうだからだから もう本当にね着るのが楽しみ早く着たい明日着たい <laughs> 色はねそう感覚ですねもうなんか選んだら選も何考えてたらもうキリがないと思ってもうピンときたもの色をカートに入れてしまいました考えることもなくでもなんか最近最近というかうんこういうなんか紫のね。 なななんかシャツみたたいい買ったことあるじゃない今着よう今着たいレベルだけどねちょっとちょっと面倒くさいので <laughs> 着ないですねバラありがとうございますそう私ね着,、ま、着回しも大好きなのでこの服何年前にも着たなっていう服をすごく着回したりとかするので、うん、であとは。 誕生日自分の誕生日というかなんかいろいろあった10月を乗り越えた自分にプレゼントということで奮発して自分にプレゼントを買ったものも明日届くみたいでそれを楽しみにしようかなって思ってます自分に誕生日プレゼント買ったの初めてかもしれない ちょっとスパッと決めちゃうかもしれないなんか一回気になったものは絶対に買うまでだって消えないわけじゃないですか自分の心の中でだから私もしばらくその自分に何かものを買うというものは考えずっと迷ってたんですよもう本当に3週間ぐらい悩んだかなでもやっぱりいや欲しいって思って <laughs> 買っちゃったうん うんそうだからそれを見てあ頑張ろうって思えたらいいなって思ってそうだねしかもだってこのスカートに生誕 T シャツとか合わせても絶対可愛いよねねアーシャのカホさん」を見て一瞬で好きになりました「やったーありがとうございます」そうしかかも最近で、ね、なんかあんあまり パーって買い物をしてなかったのでよくね私ごちゃ明けごちゃが始まってばっかりの時とかもうねごちゃ明けの日に買い物に出かけちゃっててよくいろんなものを爆買いしてしまっていたので <laughs> まあ久しぶりにボンって買っちゃったって感じなんですけど、うん、で 今日はね新潟野球チャンネルの収録もあったんですけどその時にねなんとサプライズでその収録が終わった後にお誕生日お祝いしてくださって8日が誕生日なんですけど私11月8日にゃんと22歳ぜひ皆さんカウントダウンの方ありがとうございますねぜひよろしくお願いしますあと7日だってうんあと6日かそう ケーキを持ってきてくださってでケーキの入れ物のところにスタッフさん皆さんからのなんか寄せ書きがあってそうすごい嬉しかったうん誕生日お祝いしてもらっちゃって一番早い誕生日お祝いあそう11月に入って一番早い誕生日そうすごい嬉しかったもう今まではさ 11月に入った瞬間にさ「お誕生日おめでとうございます」っていうさなんか会員登録しているねなんかショッピングサイトとか、ね、ファッションブランドとかからポイントの贈呈ですみたいなのメールばかりいただいたんですけど <laughs> なんか11月に入って人にお祝いしていただいたのはうんすごい嬉しかったそうあとで載せますね写真。 あとでというか今日載せれるかわかんないけど明日にでもうんあとねコンサートのね写真もね結構メンバーみんな載せてたりとかするからそれをそれも載せたいなって思ってるしあとはなんだ、ね、単独コンサートとか卒業コンサートのこととかもお話ししたいし あとなんだサンドコンサートとか見てくださりましたかね皆さんアーカイブもね今配信されてると思いますがね新衣装愛い,いよね NGT で頑張っててよかったってすごい心の底から思いましたうんであと やっぱりゆかちゃんの卒業コンサートでねゆかちゃんの近くでパフォーマンスさせていただくことがすごく多くてでね何より「ハッシュタグ好きなんだ」をゆかちゃんにとってすごく多分なんかさ総選挙のヒストリーの映像あったじゃないですかそれで「ハッシュタグ好きなんだ」が始まったじゃないですかなんか。 こんなにゆかたぶん多分ゆかちゃんにとって転機になった楽曲の一つであろう大,大切な曲の、ね、3番手で私なんかを選んでくださって隣でパフォーマンスさせてくださったことがすごく嬉しかったし本当に本当に嬉しかった。うんうん うん、すごく嬉しかったしかも私「ハスタグ好きなんだ」って曲すごく大好きだ、大好きでドラフトのオーディションの時のダンス審査の曲だったんですけどあのそれを覚えてからそのね、学校の友達と一緒にそれを踊ってたんですよカラオケボックスで。その mv の映像が流れるじゃないですかそれに合わせて踊ってたんですよそんなでそのね女友も女の子の友達もがと一緒に2人で行っててなんかカホが踊ってるの見えるわってまあ本当に思ってなかったとしても言ってくれてたんですよでそれがまさかさ本当にときめって っていう新潟で一番大きなステージでさねえその時からもうやっぱり「荻ゆかちゃん」って思ってたからそんな人とそんな方とね一緒にステージに立ってもうで。 いいところでさパフォーマンスさせてもらってすごく本当に嬉しかっただからもうすごく張り切ってやってました <laughs> あそこにもう全集中って感じで指原感あったよああそうやって言っていただけるだけでもすごく嬉しいハートありがとうございますうんあとね「ガラスのアイラブユーもねゆかちゃんのほかに3人っていう ね、ところに私を入れてくれてうんなんか本当に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 嬉しかったコンサート期間中も、ね、気持ちの面でもいろいろあったけどやっぱその時に本当にすごく本当にすごく助けてもらっててゆかちゃんとにあとまりちゃんに。 そう泳木のお二人に本当に本当にすごく支えてもらっててなんなら今私まりなさんまりちゃんからもらった言葉連絡の文章をスクショして自分のロック画面にしてあ頑張ろうってこの期間頑張ろうって思わせなんだろうお,お尻を叩いてくれ 背中をを押しててお尻を叩いいくれたっていたんですよ。そう本当にそれぐらいもすごくお世話になっててそう本当に本当にやっぱりリハーサル期間ってね今まではさユニット公演でしかメンバーと会えなかったけど。 こうやってねみんなで集まってリハーサルするって夢を死なせるわけにいかない公演ぶりだったんですよ。のリハーサルぶりだったからなんかなんかみんなで集まってリハーサルできたりとかね普段はねそれこそあおちゃんとかも全然会わないからさ公演で私なんてだからほんと青,青とかもよくね隣にくっついてきてくれたりとかしてて。<laughs> あとミウもねよくね隣にくっついててなんかねリハーサル期間の写真はねミウとアオとの写真が多くてねそ,れその写真もね載せたいなって思ってるんですけどそうもうね今今日この時間12時ギリギリまで私は今までのことを喋りきろうと思いますその方がいい気がするより 今このテンションでずっと喋りきってた方がいい気がするということでもうマシンガンガトークでいきますよ今日はあとはあとなん,だなん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 だ質問募集します2期のみんなが大きなステージに立ってるて見て胸が熱くないいやわかるなんかさトキメステはさ2期のみんなでは立てなかったからそこでドローンジェラシーができたこと でね、いろんな構成もさ演出も考えてくださってさ、ね、いつもとは違うドローンジェラシー配信ならではの配信ならではでヒノとさコラボ配信した時に配信なならでではの楽しみがあると思うっって言ったじゃないですかそれってドローンジェラシーの、ね、みんなで縁になってその中をカメラマンさんが来てくださったりとかみんなで十字架みたいになって上から撮ってもらうとかそれって、まあ、やっぱり。 現場の方はあのねあこのやってる裏側が見られるって思うかもしれないですけどで配信でしか見られないことだったからそう配信でしかそう配信ならではのこともさせてもらったりとかしてすごく楽しかったし本当になんか、うん、うんうんうん本当にここまでハートありがとうございます。本当にみんな このステージ立てててかっったたなって思いましたね私本当にというかさもう今アーカイブをあのー、部分部分でしかフルで全て見られて見られたわけではないんですけどもう私泣きすぎてませんでしたか <laughs> ゆかちゃんの卒業コンサートもうさやばかった本当にさ てかリハーサルでもリハーサルあの場に泣いてたんですよ多分そうあの場に泣いてたん、ね、で多分じゃなくてそうてか私泣き方はもうブサイクすぎてさねえなんか泣きもう顔ももうすごい光ってたしなんか泣きすぎてたからあんまり映ってないのかなとかも思ったりとかもいやでも本当にやっぱりそれぐらいゆかちゃんって自分の中ではすごく大きい存在でもう。 本当にずっとないたそれこそ初日いや「お,おばあちゃん」の映像もですらもう,もう初日とかももうすごく泣きそうだったしなんかさ「ファン感謝祭」でゆかちゃんが初日を歌ってらっしゃったじゃないですか。でそれの初日に向かう瞬間の動画が Twitter に上げられてたんですよ。わかるかな多分ねゆかかちゃんんファンの方ならわると思うんですけど 舞台裏裏から、舞台裏舞台台袖から初日,の初日のイントロが流れてステージに向かって歩いていくゆかちゃんの後ろ姿の,そのファン感謝祭の時の動画がツイッターに上がっててその動画を私は忘れられなくてそれそれをあ今私メンバーとしてゆかちゃんをこれこ,こで見守,見守ってるというか見てるんだとか。 あーなんか「ああ」ってそのその動画のこととかも思い出したりとかしてなんかなんて言ったらいいんだろうなそうもうそのあたもう初日の時点で私は許されるなら号泣してましたでもやっぱりメイクもしてるし <laughs>、ね、もう出た瞬間からちょっとね顔が崩れているのもちょっとあれだからもう本当にもうもう上向いて。 頑張っててて上向いて我慢してましまたけど心に太陽もさ歌わせてもらってなんだ、ね、1回のステージで歌わせてもらってでさリカさんがさ、ね、感想の時にさ「荻う花も荻う花ファンもメンバーみんなもいっぱい笑え」って言ったじゃないですかもう「いっぱい笑えて」<笑>って思うわって思ってたんですよ。 思ってましたもう本当に許される私がファンだったらもうあそこでもう完全に泣いてたもういっぱい笑えなんてもうそんなのもう泣いていいよって言ってるようなものじゃないですかみたいなもうでやっぱりもう香さんもやっぱりさすごく、ね、涙されててさもうすごく私なんか <laughs> ああってもう泣けましたうん本当にもう号泣 先輩とのの緊張しましままたかゃるいえー、嬉しいいやなんかね緊張というかなんか、ね、ツイッター動画見た感謝祭も出したあ、そうそうそうその動画で会ってると思うんですけどあのね緊張緊張というかあんまりあんまりなんかこれ話そうあれ話そうって考えすぎてたわけでもなかったから 大丈夫かなとというちょっと心配はあったんですけどまあでもどこかリカ、まあ、さんもいらっしゃるし先輩もいらっしゃるからって思って割と落ち着いて MC し,したかなやらせてもらったかなって思ってますね。うんうん、あと私 ただ本番の時にもうその時点で号泣してるかもしれないって思ってたから <laughs> そこはしっかりできててよかったなって思いました、うん、しまさかねゆかちゃんのあんな大きなコンサートで私が MC を仕切らせていただくタイミングがあるなんても思ってもいなかったのでそこは本当にちゃんと頑張らせてもらいました <laughs>、うん、けどやっぱり本当にもうやっぱりりかさん 理科さんすごいなって思った、うん、思い出して泣きそうわかるわかるよいや思い出のほとんどはねほんとにやばいよもうさもうだってリハーサルの時も,もうやばかったもん私泣いちゃいましたもん百里 <coughs> うんであとね「ティーチャーティーチャー」もね成人イベント以来かなにできて。 ティーチャーティーチャーうん、うん、楽しかったですねでもねあれ裏話,裏話というかもうね回遊業のキャパシティの間に着替えなきゃいけないじゃないですかだからもう裏ではもうもう大忙しのもう大カオスすぎてもうねもうギリギリでしたもん私 <laughs> そう本当にもうね戦いでしたねあそこの早着替えはうん でも、やっぱり、そういうコンサートの。大きいコンサートにがっつり参加させていただくことも、初めてだったから。そういうのも、ね、あの、一生部屋の、もう。戦場度合いというか、もう急がなきゃ、急がなきゃの、もう。オンパレードだから、みんな。本当にも、あれは戦いでしたね。うん。うん、そう、もう、本当に、観葉魚のキャパシティもすごくいい曲だなって思って、すごく好き。 いいいつかパフォーマンスししたたなって思いましたそしてサラのダンスめちゃめちゃ好きだなって思ったやっぱりめっちゃ好きって思ったうんでその後ユニットだもんねそう「ガラス a イラブユーと「ファーストラビットファーストラビットもねそうそうそう「m i m m も公演でもたまにやらせてもらってたけどでもあがっつりやったのは初めてだったから 頭からお尻まで最初から最後までやったの初めてだったからそうそうああ「ときめしでバストラビット」できてるっていう嬉しさよかった、うん、あとはなんだろうなそのあとは「g あハッシュタグ好きなんだか」かさあ「ハッシュタグ好きなんだろう、ね」もねもう先ほど言った通りもうね本当に 本当に嬉しかったすごくあそこのポジションでうんもうなんか一生の思い出って感じうんうん「うん、センチメンタルトレインも」も皆さんの前でパフォーマンスしたのは初めてかなでも「センチメンタルトレイン」もすごくね振り付けとかが好きでうんパフォーマンスできてよかったですね あとは「そ GiveMe5」ギブミーファイブとかがそう「GiveMe5」「GiveMe5」も初めてだうんでもやっぱりもともとねすごく好きな曲というかもともとすごく知っている曲だから、うん、また歌詞がしみるなぁと思いながら、うんうん、そして私あの踊るべきところで間違えてしまうというねもう よ思い出よりの時はもう本当に私は、ね、台の上にいて踊らないといけないのにもうねステージの花道の真ん中にいてしまいましてもう本当にもう、はあ、人生最大のミスをしてしまったと思いましたけどよく私振り付け飛ばさないで踊れたなって思います <laughs> 焦って飛ばさないでよく踊れたなって思いましたね でしかも撮影タイム中だったからもうねそれがもう残ってしまっているというねでそれがね配信だけとかだったらさねそこが映ってない可能性もあるけどさもう撮影可能タイムだからさもちろん私のことが好きな方はさ撮ってくださってたりとかさして,る,ってるじゃないですか、ね、本当にもうマジ焦ったもう本当にもう恥ずかしくて仕方がなかったもう二度とやらないと思ってもう気をつけるもう。 これでもう絶対失敗しないって思った、うん、ダメですねテンションが上がりすぎてしまうでからの「君と虹と太陽と」とこの曲がね割とすごく一番苦戦したかなあと私たちのリーズンかな、うん、そう君と虹と太陽とはそのねフリーレの時のレッスンに参加できなくてで あのー、マミムメドラムメモの時の合間にそう私さ一回さなんかもう寝る時間もなくみんなで一緒にひたすら踊ってたってメールで書いたことあったんですけどそれがもうう力な大先生に教えてもらいながらもう本当にもう無限無限無限君虹って感じでもう一生やってました。 でもそこの時間があったからあのねめっちゃ楽しく踊れたしかも「君とにじと太陽」ともさね一番前でのパフォーマンスだったからもう絶対一番でっかくパフォーマンスしようと思って今までの倍大きく大きくというかなんか元気そうにパフォーマンスするのを心がけましたかねなんか割とややこしいんですよ振り付けが。

リズム感というかリズムの取り方というか感じだったので、そこにすごく苦戦しましたね。まああとはこのしかもずっとこの振り付けってわけじゃなくて、その後の振り付けも君を守りたい、いいいい強く抱きしめて溢れたってもう,もう本当にもう一個一個まあこの区間できた一回ここで一回ここで整理しようみたいな感じもう本当にもう私は覚えが悪いからもうゆっくり教えてもらいました。であとは

すごく苦戦苦戦というかうん頑張りましたねあの振り付けはでその力に教え力というかみんなに教えてもらってその日も確かゴチャだったんですよそのゴチャの休憩時間とかにも「ちょっともうやらないと不安だわ」って思ってもう一生やってた <laughs> そうであと私たちのリーズンは そ,うそれも振り入れに参加できなくてであの山田のここ空いてますよ公演で山ここ公演でやってるから七海に振り付けを教えてもらってもう,もうしつこいってぐらいもう一回やっていいとかもう一回教えてって言って教えてもらって本当にもうねみんなに助けてもらってやってましたそうそう,そうだねそう 私たちのリーズムも割となんかマイクの持ち方とかがすごいいっぱいあったてであとね私たちのリーズムといえば10年後のの私たちは付き合るのかなってあるるかかななあじゃないですかそこをなんかねカメラがまたねカメラの方がこうやって追いかけてきてくださるんですけどそれからねそこがねミュウと隣なんですよ藤崎ミュウミュウとそこでねハートとか作っちゃったりとかしちゃって。 そこがなんか割とうわーか可いいみたいな感じで乗せてくださってる方とかもいてすごく個人的には嬉しかったですねうんそう,そうそうそうもうリハーサルの時からね「これやろうね」っつって言ってやってたのでうんそうそうあとはなんだで桜の花びらたちかで終わりか 桜の花びらたちもねもう本当に、うん、もう桜の花びらたちなんてもうさ「泣いてくださいどうぞ」ってもう言われて「はい」「金ンコンカンコン」ってなるようなものじゃないですか新しい世界へと旅立っていくんだねなんてはその背中に夢の羽が生えてるなんてやめてくれって思うもう,なもう泣いてくださいって言ってるようなもんじゃない アンコールはねマックス時315五あ,ありがとう」であとねゆかちゃんを送り出す曲ということで本当にサプライズですこれはもうね全くゆかちゃんにバレることなくサプライズで曲をゆかちゃんに披露させてもらって基本的にはねやっぱり壱成さんがおく歌われているんですけど。 こんなの泣くに決まっとるやんみたいなねそうサプライズが成功してよかったですね、うん、であとそので最後の世界はどこまでで青空なのかすよもうねもうあんなのダメだってさしかも「世界はどこまで青空なのか」って言った瞬間客席のファンのみんながもうさ サイリウムを青にしたんですよもうそれももうそれが世界一ダメ <laughs> いい意味でダメってことねもう本当にもう本当にじゃあみんなもうもう粋だなぁと思って息きあっていうから使い方もいいさもうそのパってやって一体感まあそれシャーベットピンクもそうなんですけど 当然でしょってまあなまあそ,う、まあ、それはまああれなんですけどもう本当になんかもうそういうところにもすごくなんか涙になるしもうゆかちゃんの一番最初の「ああ世界いいわ」ってところも「ああ最後最後なのかー」ってまあ、卒業公演で歌うのかわかんないですけど「ああ最後なのかー」って思ったらもう当たり前に泣けてくるしもう。 あれで泣かない泣かないって自分を抑え込められなかった自分のこともう本当に泣くに決まっとるリハーサルの時もさ「おおおおおお」の時にさ最初に真理ちゃんでその2回目が梨花さんと会わせるんだけどもうリハーサルの時とかも,もう私泣きすぎてもう笑われてたんですよでも本番も 私も泣きすぎてもう大丈夫みたいな感じで笑われてたんですけどりかさんもそこにもう涙もためながらそう,もうめちゃめちゃ泣いてたあんなに私がステージで泣くことなかったんじゃないっていうぐらいうん泣いちゃってたな本当にみんなの愛が詰まってたな,なんかみんな本当にゆかちゃんのことが大好きで ファンのみんなも始めもちろんね、うん、すごくもうほんとにうん、うん、よく私あんな泣いた後にごちゃスタジオでかぼちゃになれたなって思った <laughs> <laughs>、うん、っていうぐらいも本ほんとに素敵なコンサートでしたね、うん、ここまで連れてきてくれてほんとにありがとうって 思いますねっうん単独、ね、コンサートの方はねわちゃごなでねユニットやらせてもらってでもワンちゃん私わちゃごななんじゃないかって思ってたんですよわちゃごながあるとしたらわちゃごなになりそうだなって思っていたら予想が当たったそしてね、まあ、出陣も歌いましたが まあ私はそこに選ばれずという <laughs> まあそれよりもわちゃこなっぽかったのかなとかも思ったりとか、まあ、そこは別に私は全然全然わちゃこなで良かったと思っているんですけどそうそううんわちゃこなでいつかやりたいと思ってたので嬉しかったですそうそうであとみんな何よりびっくりしたのはさここがロドスだここで飛べじゃないロドスじゃない もうさもう私セットリスト見たときにすごくびっくりしたもん「トキメッセでやるエモすぎん?」って思ったいい意味で「トキメッセでやる?エモすぎ」って思ったいい意味でこれナイス選曲すぎてもうやばいって思った、うん、もうねこらえてたのか分かんないけどもう全もうね 本当に全然普通に泣くって感じやばいよねそううんうんうんすごくねまあ多くは言わないですけどもう本当にね両斗室がおおときめっせジできたっていうのはすごくびっくりだったしすごく嬉しかったなうんできてよかった うん。崩れ落ち,た、まあ、崩れ落ちるよねもし私がファンのファンだったら私のファン,ファンというかねファンだったらもううん崩れ落ちるわかるわ、うん、かるわかるわ、うん、かる、うん、崩れ落ちるわうんびっくりだよねあとはうん でも二人乗りの自転車とかも初めて私パフォーマンスさせてもらったんですけど歌詞とかもすごくいいですよねなんか青春って感じでラーメンワンダーランドもねときめしてでパフォーマンスできたりとか明日特番ですよ皆さんそして明日マシラジュなんですよねで私あと私なかなか 明日の予定とか言わないじゃないですか今日何してたとかもあんまり言わないじゃないですかこれだけ一個言っときたいんですけど私明日ワクチン打つんですよ <laughs> やっと初めて1回目はいなのであのー、まあ大丈夫だと思うんですけどそうあのー、もしねマシラジとかそうあのね いいろろ特番とかもあの告知できずあれっ小園町長さんじゃないですかありがとうございます来てくださってそうあのでも本当にぜひ皆さん見てください新潟にお住まいの方は絶対にリアタイしてくださいまあ1回目なら多分大丈夫だと思うんですけど全然全然私全然大丈夫だろうって思って結構。 結構舐めてかかってしまっているんですけど <laughs>、そうでも本当にぜひ皆さん見てください。あー NG っておいてラーメン特番です。しかも夕方に進出ということでねロッチさんに無視来ていただいてあの中岡さんにいただいたあのワードは出るのかというのもちょっと楽しみにしていただけたらと思いますよ。いやーでねだってでその 番組終了後10分後にはもう TVer に公開されるってやばくないですか熱すぎませんそんなそんなことまでそんなことまでというかね本当にね本当テニーさんはほんにたくさんいろんなことをしてくださったんだなと思うと本当に感謝の気持ちでいっぱいなのでぜひね皆さんにもたくさんいろんなことに届いたらいいなって思いますぜひ皆さん楽しみにしていてくださいよろしくお願いします あとマシュラジもねえらい私ちゃんと変わらずマシュラジのフォーム昨日作ったんだよ昨日がね一番やばかった気持ち的に落ち込みが昨日おとといちょっと分かんないけどね今ポップにめっちゃ言ってるけど、ね、やっぱりね現実をね受け止め受け止めるというか現実が発表されてでやっぱファンの方に改めて ね、申し訳ないっていうか、ね、ファンの方も「うあそっかマシそうか」ってなるじゃないですか。で私もやっぱりそれを見てあやっぱりああ,あごめんなーって思ってっていう気持ちがでかすぎてなんなら私、まあ、メールにももう書いてたんですけどもうあのー、ね本当に選抜かどうかっていう あなたちょっと今回ダメでしたみたいな感じで教えていただいた時が一番その時とその次の日もまあもちろん普通にコンサートのリハーサルとかあったんですけどそ,うその時が一番なんだろうな割と多分現実を現実なんだろうなあんまりしっかり現実を受け止めてなかった受け止めてなかったというか受け止めてたんですけど。 割ととケロッとしてたんですよそうででもやっぱりなんかねいろいろね活動していく中で月日が流れていく中でやっぱりね仕方なしもうね必ずねそう,そういう現実を受け止めなければいけないってなった時とかあとやっぱり公演もあったから「そうマーミムエも公演、ね」ねやっぱり「マーミムエも公演」ってすごく、ね、歌詞がいいじゃないですか。 だからあごめんごめんねというか、うん、ファンのみんなこれ知らないけどああって思って結構私あの,の時泣きそうだったんですよ泣きそうというかもう結構あれだったんですけどそうそうそうでもやっぱその時ねまみむめもの二人日野と夢にもすごくすごく本当にねうんみんなで助け合ってというかそうそう。 助け合って、まあ今もなんですけどそうとかってやってでね昨日あ昨日だっけ一昨日だっけちょっともうさもう単独コンサートのリハーサルあたりから単独コンサート当日ごちゃ次の日の生配信イベントとかもう私その日がまとめて1日だと思ってしまっているからさもうなんか昨日なのか一昨日なのかまだ、あ、ちょっとあんまりもうねわからないですけどそう。 まあでもそう、まあ、今はねこうやってポップにポップに言うことができているのもね、うん、まあねこのね張本人がさねえ私いくらでも全然いくらでも全然というか、ね、い,くらいくらでもっていうか全然、うん、ネガティブに配信しようと思えば全然できますけどでもファンのみんなってそれ見たいわけじゃないじゃないですか。だから メールではさ確かにもう自分の気持ちをぶつけたけどツイッターとかインスタとかショールームとかはもうそれ以上の方が見るからねそういうとこではポップにポップにいられたらなって思って、まあ、今もポップに、まあ、今は結構ポップな気持ちにお仕事もあったしお仕事があるから今日は頑張ろうっていう気持ちで今日はやってたので。 そのスイッチが切れるまでに今 <laughs> 配信をしてるんですけどそうまあうんうんそうまあねだからまあ人生いろいろあるけどそうみんなも変わらず私のほんと見守ってくれてると思ってるしうん今ねオンラインおしゃべり会始まってるけどうん しり会の受付が始まってますけどそうまあね昨日とかはすごくね強,強くというかすごくしっかり完売目指したいですって言いましたけど言いましたしそう思ってるけど、うん、完売目指したいってすごく思ってるまず1月15日の部は全部完売させたいなって思ってる。 そうだし完売の部数ももっと増やしたいなって思ってるしなんかねいろんな方に来ていただきたいなってすごく思ってるでそれこそ単独コンサートとかさ卒業コンサートで一人ぐらいは私のこと気になってくれてる方もいてほしいと私は信じてるからだからそういった方にちょ,、ね、ちょこっとでも遊びに来てもらえたらなって。 思っていますのでうん、良ければ周りの周りの人に周りの友達とかにちょっとマシ行ってみないみたいな感じで一声かけてくださったりとかするとすごく嬉しいですもう元々ねやってくれてると思うんだけどそうもともとね もちろんね拡散とかね SNS とかすごく書いてくれてると思うんだけどやっぱりこれからもそれってすごく大事だと思うんですよ。前もねメールでさ私のことをツイート画像をツイートしてくれる時はタグ付けしてってお願いしたじゃないですか。やっぱそういうことも大事だなって思っててねそういうね今ってやっぱり SNS の時代だから。 本当に今のみんなの SNS フ,ファンのみ私のことを応援してくれてるみんなの広報ってすごく大事でなんか私がねいくらなんだろうんですよだから本当に一日一マッシーとかじゃないですけどマッシーの「ここが好き」っていうハッシュタグを毎日使ってくれてもいいしなんかまあそれ,それだけ魅力のあるような。 私でいいいななきゃいけないし画像とかもたくさん載せなきゃいけないしそうやってやってくれるももそうやってやってもらうにはねそうそうみんなにお願いばっかりするんじゃなくて私も何かちゃんとやらなきゃいけないって思っているからだから本当にみんなもね今ねすごくやってくださっているのも。 もう100も承知とか1,000も承知なんですけど私がやっぱり選抜にもう一回戻るためにはもっといろんな方に私のことを知ってもらうことが必要だから、うん、でそうなもっといろんな方に知ってもらったとしても私,のこと私が遠くなることは一切ないから変わらずオンラインおしゃべり会で「ヤッホー何してんの?」とか。 まだ誰々ちゃんと私と決められてないのとか <laughs> なんか本当にトークくなるとかはそういうのは本当にないから絶対に、うん、だからなんか、うん、もっと頑張れる頑張る本当に本当にもっと頑張るためには私の頑張りもが 1,000必要だけどもう100とかじゃなくて1,000以上必要だけどみんなの力も本当に必要だから本当にあのもう一回お互い私もだしファンのみんなももう一回エンジンを入れ直して頑張りたいなって思ってます。だってさ「王様の期間中は本当にもうマッシーはもう大丈夫」とか、ね、野球の仕事もあってラーメンの仕事もあって。 順調だからもう僕が応援しなくても大丈夫だとかもういいよね僕がいなくてもみたいなこともすごくすごく言われましたけどでも私はその度に「そんなことないよ」って言ってたじゃないですかそんなことなかったんですよやっぱりこのそれが今の結果結果というかだし私も私も本当に多分甘えてたてんだと思いますだから甘えてなかったとしても 甘えなんて言ったらいいんだろうな甘えてない甘えてないつもりではいたけど多分心のどこかでそういう気持ちがあったんだと思うだから今こういうい結果になっってしまったんですこれはもう本当にそれは本当にもう自分の責任なの私がまあそんな責任感じないでって思うと思うけど今ポップに言ってるから全然なんだろうネガティブに言ってるとかじゃなくて。 ポップに言ってるからそれは本当に心配しないでほしいんですけどポップにネガティブな感情で言ってるわけじゃなくてポップに思ってポップに言ってるのよ。なんかなんて言ったらポップポジティブポップ発言なんて言ったらいいのかなそうだからもう一回これをこれが一旦現実現実だからなんか一回落ちないと頑張れないっていう自分もすごく。 腹立たしいといとうかそんな自分にすごくすごく嫌気がさすんですけどだけどあのー、もうもう絶対に落ちないって思うみんなこれでもしかしたらという万が一の出来事が万が一というかもしかしたらっていう。 ことが起こってしまったわけだからねなんて言ったらいいんだろうなそなんて言ったらいいんだろうなって言い方軽すぎるけどうんわかりづらいよねうん、私もね自分で言ってて何やってるかわかってないけどとりあえずポップにまた選抜を目指そうっていうこと <laughs> だからそのためにはみんなの力も本当に必要だからなんかね美力だけどオンラインもしびり会とか行けないけどでも SNS で「かほちゃんかわいい」って言うことしかできないけどって思ってるかもしれないけどそのそれだけがだけじゃないのよ私からしてみれば本当にオンラインおしゃべり理解もちろん来てくれたら嬉しい来てほしい待ってるって思ってるけどいけないけどあのねツイートとかできたらしたいなって思ってるじゃあもう本当に全然その気持ちだけで本当に。 嬉しいしい本当にそういうあなたの1ツイートがもしかしたら10人呼んできてくれちゃうかもしれない10人とまあ5人かもしれない 1, 1人のツイートで1人かもしれないけどそれを毎日やってたら1日1年って言うじゃないですか3人4人5人6人ってね。 ネガティブポップかもしれないそうネガティブにポップなことを言ってんポップにネガティブなことを言ってる、まあ、さっきまではねそうそう本当にそうみんなで今そうそれぞれできることをそうできたらいいなって思いますそううんうんそう,そうそうそうううん、うんそう でね今ね私はもうすぐ22歳ということで誕生日のハッシュタグも作らせてもらっているのでそれを活用しそれをね使ってツイートしてくださってもいいし今ねだってかほちゃんを再び選抜へみたいなハッシュタグを作ってくださってる方とかもいてわあ嬉しいなって思ったのでそう,そういうねなんかみんなでファンのみんな団結して。 やってもらうやってもらうやれそうなことはやってもらえたら嬉しいなって思うそうでゆかちゃんもさすごくねなんか応援して応援してくれてるっていうかるからなんかそれその応援にも応えなきゃいけないしいけないというか、うん、絶対応えたいしうん。 だから、そう、うん本当にみんなそうそうみんなの力がもう本当に必要だからぜひうん助けて助けて <laughs>、うん、一緒にみんなで選抜に戻りましょう そらいいなっもうすぐ終わるもしかして何時今私の時計さ早進みすぎててさ分からないのよ57分だって危な私がなんか暑く58分になったぜひ皆さんなのでね今はね目に見えて結果が分かる完売とかが分かるオンラインおしゃべり会を主に頑張りたいなって思うしそれがもしねうんでもそう思う だからあと私のことをしてもらえるようなことをぜひ皆さんにお願いしたいなって思いますそれでは皆さん夜遅くまでありがとうございましたはじめなかなかないよね私12時まで配信することねそれでは皆さんいろいろ言いましたがポップに追われてよかったです <laughs> じゃあ皆さんよろしくお願いします これからもじゃあスクショしとこうあーランキング読まなかった待ってごめんなさい多分間に合わないのでランキングこれスクショしとこう1位生講ひろさんありがとうございます2位与人さん3位ランダーさん4位メープルなおく君さん5位 高見さん6位勝さん7位ビール・ワラさん8位ケンさん9位玄之介さん10位カズ、えー、さん11位中西さん12位高尾ちゃんさん13位新さん14位ユースケさん15位アキミさんピアノ16位ピアノ53さん17位淳さん18位羽生とセーブさん19位中田さん20位麻美さん21位桐持さん22位中村さん23位吉和さん24位慎吾さん25位 名古屋のしさん26位タかちゃんさん27位わいさん、えー、28位新州かみさわさんありがとうございますえー、あ29位金沢さん30位あ箱押しさんはいえい、ー、かすみません皆さんありがとうございましたそれではおやジみなさい これ自動に切れるやつ